嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。ギガワ順次の怖い都市伝説。おっ、ということで皆さん、アナベルという映画ご存知ですか？人形に霊が憑依していて、どんどん恐ろしい事態になっていくという、まあ、映画なんですけど、はい、そうですね。あの映画はですね、実は実話にとって作られていると。マジで？まあアナベルシリーズね、全部に出てくるある夫妻がいまして、はいはいはい、霊のこと研究しているウォーレン夫妻という夫妻。ウォーレン夫妻、ウォーレンね、ウォーレン。そのウォーレン夫妻の本当に身に起きた、もしくは解決した霊の事件っていうのがまだ映画に出ていないので、もたくさんあるわけです。なるほどね。このお話を映画の前にやってしまう。うわー、先取りですね。はい、おー、じゃあね、こっちゃこっちゃ。さすがに突っ込もうそれ。俺も思う。いやもういいの。無理だわ。無理だわ。いいのよ。無理だわ。いいのよ。やってるよ。お前。待って待って。今待って待って。今俺。やばい。当たってない。当たってない。え、お前なの？今。俺当たってた。いやお前。お前しかいねえ。一つ目のお話。アーン・シャイアン・ジョンソン。アメリカで初めて悪魔に取り憑かれていたという言い訳を、言い訳というか、まあ理由を言葉に出して、殺人を無罪にしろと主張した人物なんです。無理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 。それ言うってことは、やっぱそれなりにあるんですか？やっぱ。そう、まあ我は、取り憑かれていたと。あるね、家主をね、殺害しまして捕まるわけなんですけれども、弁護士もこの子は幼い時から気候に悩まされていたと。ああ、そうですね。まあ幼少の頃からやばかったわけだ、はい、悪魔に取り憑かれていたっていうのを弁護士も一緒に主張したわけですね。まあこのジョンソンの家族も昔からこの子は得体の知れない何かに怯えたり、いろんな現象に悩まされていたという主張をしているわけです。で、実際に子供の時に悪魔の現象が多すぎて、結構気候が多かったので、ウォーレン夫妻にちゃんと見てもらっているという、まあ、事実がないわけです、まあ、ウォーレン夫妻によると、11歳の子に悪魔が取り付いていて、その子を一旦悪魔払いで出したんですよ。そしたらその数日後に近所にいたこのジョンソンに憑依してしまったっていう証言をしているわけですよ。っていうまあ証言をして、まあ逃れようとしたんですけれども、殺人がひっくり返るような供述ではないということで、結局有罪になったんですけど、悪魔っていうのがその時初めてちょっとアメリカの国の中で身近なものになって、なんと殺人を犯したのに懲役は5年です。2つ目がですね、ラッツ夫妻という家族の話なんですけど、3人の子供を連れて呪われた家と言われている家に引っ越してきたわけです。そういうの映画にありそうだよね。あ、もうもちろんその映画に出てきた家なんですけど。おーやべー。実はそのアナベルって、あれ時系列結構ちゃんと繋がってて、一個一個その家で起きてるような話を何個かのシリーズが扱ってるの。だからその人が引っ越す前の人の話とか、引っ越した後の話とか、これ結局は同じ場所で起きてる話っていうのが何個かあるわけです。まあ、そのラッツ夫妻が呪われた家に行きましたと。まあいろんな機械現象に見舞われたんですけど、はい、例えば夜中にドアちょっと開いてるじゃないですか、赤い目がこっちを見てるとか、赤い目。ラッツ夫妻のね、身にももうどんどん悪化していくわけですよ、現象っていうのが。まずね、強力なドア、もう結構怖いじゃないですか、ちょっと開いて、こうやって見られるとか、続いたから強力なドアにしたの、寝室のところ。ああ、簡単に開けないよ。なるほどね。それがある日、バーンって吹き飛んで、それが妻の胸にバス。ドアがあって、不思議な模様みたいなものがもう一生取り外せない。時にはその妻がもう多分呪われたんでしょうね、僕その時に。ベッドから60センチ浮き上がって、夫を殺しにかかったり。もう映画やん、映画みたいな本当の話と言われて、証言があるわけですから。浮いてるし、一番決定的になったのが、家の至る所で写真を撮ったら、
悪魔みたいな顔した子供の霊が映っていたと。いやいやいや、クライマックスやもん。さすがにヤバいってなって、いろんな霊媒師の方とかにも聞いて、これね映画でもあるんですよ。あったんだけど、ヤバすぎて霊現象がね、だからみんな同じことをするようになる。結果逃れようとして、あー、はい、それが結界とか張ってみたりするけど、みんなそれが十字架で結界をかかろうとするんですよ。いろんなところにこの十字架を置くんですよ。張ったりするんだけど、大体1日経ったら全部十字架反対になってます。あー、見たことある、見たことある、それあるよね、そういうのね。っていう現象が続いて、家を、ね、飛び出しました。なんと板日数28日間しかいない。1ヶ月で、ね、入れねえんだ1ヶ月。その家の映像がありますので、おお、こちら見てください。え、綺麗な家じゃん。これニューヨーク州だね。あ、めっちゃ都会。え、じゃあニューヨークにあんのこれ。じゃあそうだね。じゃあマジ、マジ一回行こうぜ。やべえ、それ本当にやばいところだから。そうか、そうか、霊がいるとかじゃなくて、もう霊をもう超越したもう悪魔がいる。いや、だよ、やばいな。森さんはもし家が、もし家がお気軽だったらどう結界張るの。ちょっと結界張って。めちゃめちゃすげえ無理きたぞ。結構まあ、ということでさっき家見てもらいましたけど、実はね、あの家ラッツ夫妻が来る1年前にとんでもなく悲惨な事件が起きていたんです。ロナルドという少年が警察のところに駆け込んできまして、家族全員が射殺されたと、今すぐ来てくれということで行きまして、警察は、その家の中から、5名の遺体を見つけるわけです。犯人と特定されたのは駆け込んできたロナルドだったんです。意味わかんねえ。そのロナルドが、まあ、全員撃って殺してしまったと、証拠とかに基づいてそういう判決になったんだけど、ロナルドはやっぱ悪魔に取り憑かれていたと。なるほどね。あ、まあ、取り憑かれて撃ってしまったてか、頭の中でずっと殺せっていう命令が来ていたっていう。うわー。でも結局、麻薬の頻繁な使用っていうのが確認されてしまって、あー、これはね、結局、まあ、麻薬でイカれたんだろうみたいな、まあね、判決をいたって、まあ、ただの有罪になって、今もなんと収容されているわけです。あ、服役中。まだ生きてる。で、まあ結局1年後、わずか1年後にラッツ夫妻がこの家を買うわけじゃないですか。はい、何よりもちょっとゾッとするのが、一気に事件としてバーってなって、もうすぐバーッと取り寄せられたロナウド、で、残りの数がもう残ってないわけですよ。だからもう引き受け人とか何もない。だから全部現場検証だけして、そのまま何もない状態になったわけですよ。だからなんとラッツ夫妻がいるじゃないですか。はいはい。ラッツ夫妻がその家を買って入った時には、ロナルドたちが住んでいた時の家具がまんま置いてあった。処分してるやん。処分されてなかった。処分しろよ。買う人が現れるまでは所有者はその人のものなんで、当時家だもんね。だから家具がまんまだった。いろんな悲惨な事件のいろんなものを吸った家具がもう全部あると。最悪だね、ほんと。そのまんま住んでる感じ。超ホラーがまま住んでしまっていたという。サウスエンドの狼男っていうお話を。狼男。ここでビル・ラムジーっていう男が出てくるんですけど、まあ、これがいわゆる狼男と言われた人間なんですけど、この人は9歳の時から腐敗臭とか、自分が狼のような行動をとってしまうことがもう多くて、年を取るにつれて症状はどんどん悪化していってしまって、44歳になったラムジーは自分が自分で怖くなってしまって、警察に自分を取り押さえてくれた。これ以上何かしでかす前にもう俺を捕まえてくれと言って、で、事情聴取受けてたわけですよ。父親が警察官だとします。おい、何やったんだ。もう僕はちょっと何かしでかすか分かんないので捕まえてください。ラムジー182センチあるんですよ。私こんなんなってもう取り寄せてくださいって言ったのに、急に狼になっちゃって、おお、うわー、力がちょっと狼クラスになって、まずその取り寄せ聴取した人ボコボコにしたんですよ。急に豹変して、本当に狼男って言われてるゆえんが、いくら成人男性でかいと言ってもアメリカ周りもでかいじゃないですか。だから実際考えたら3人ぐらい取り押さえればいいじゃん。こいつ取り押さえるために6人が10連勝を追いながら止めたっていう。結局なんで狼と繋がるかというと、まあ捕まって収容されるわけじゃないですか。その時に俺は悪魔に取り憑かれていると。ああ、狼男じゃなくて
完全に俺は悪魔に取りつかれてこうなっているって供述して、あそこでウォーレン夫妻にお願いされるわけです。なるほどね。でウォーレン夫妻が診断して、まあ、この子は悪魔に取りつかれていますと結果が出て、アメリカで初めて警察署の中ですよ、収監されている場所で悪魔払いが行われたっていう。それぐらい悪魔っていうのがアメリカの中で身近になってるんですよ。浸透し始めた。マジだね。それはじゃあもう全部映画にすればいいのにって思うね。そう、うん、だからウォーレン夫妻が関わってるのって本当にこんなレベルのやつばっかり。まあ、すごいわって。まだ時間の関係で何個か結構もう端折ってるってぐらいで、あ、まだまだある、まあ、俺が知ってる中でもあと 2,3 個ある。へぇ、ウォーレン、めっちゃでかい。今すごくなかった。シミシミシミ、バチ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 。今もはやでウォーレン夫妻っていうのはみんなが思ってる以上にヤバい事件に携わっていると。普通にすごいでしょ。だってウォーレンがやり手だ。これ実話だからね、アメリカではこんなことが頻繁に起きているわけですよ。ようやく映画にしだしたっていうのがアナベルだけであって、あ実話って考えるともう相当怖いわけ。いや、やばいね。実はやばいね。まああと何個かあるんですけど、本日は時間の都合でここで終わってもさー。今アナベルねやってますので、映画で続編が、実話なんだなっていう目で見てみてはいかがでしょうか。うわ、またちょっと怖いよそれ。アメリカで行ってさ、日本人が悪魔に取り付かれたらどうなんだろう。いやー、全然ないよね、多分ね。聞いたことないっすね。お前取り付かれてみて。行きたい、俺行くな、この家だから。え、ガチで悪魔やばいから。やばいよ。いや、だって何もしてなくてもこんだけやばいんだからね。取り付かまれた方がいいでしょ。変わんね、変わんね。マイナスかけるマイナスでプラスになる。行きましょう、行きましょう、行きましょう。それでは皆さん、次の都市伝説でお会いしましょう。ベビあ、フォーズなんじゃね。ナイトファイヤー。違うんだよ。